ここ永井が行った、永井が行った、こぼれたところ森下だ、キーパー大迫、まあ、この塩谷が最初に奪い切っても、まあ、フィニッシュ選択した中でこのセカンドボール森下がしっかり狙い切りましたけど、いやこれすごいですね、まあ、しっかりこう足が動いているので最終的に、まあ、大阪の守備範囲内になりましたよね、はい、そしてこの間に一気に名古屋仕掛けます。